こんばんは、市村正樹です。ミニアンプ3つってもこいつだけちょっと中くらいの大きさなんだけども、ボックスミニ5っていう、まあ、ドラムマシン付きでいろんなエフェクターとかアンプ趣味も入っているっていう。これは今日は 5W で使います。でこいつドンナーのサイクロプス、こいつも 5W、 ドラムマシンも付いてて、リバーブとか、ディレイとか、コーラス、トレモロ、いろんなエフェクターが入っている。でこいつはブラックスター、こいつは 3W、 3W っていうんだけども、まあ今のところ評判がいいやつ。こっから僕はあんまり口頭で喋らずに、ただただ順番にブラックスター、サイクロプス、ミニ5っていう順番で音を鳴らしていきます。物事って好き嫌いなんで、好きか嫌いかなんですよ。良い悪いじゃないんですよ。だから例えばまあね、皆さんがコメント欄にね、あれが一番いいとか、そういうんじゃないと、そこを分かっていただきたい。僕は何々どれかが好き、そういう表現は合ってるんだけど、で今回はちょっと制限して、フロントのハンバッカーね、アンティクイティとかいうハンバッカーが、こいつこっちにやってる時がハンバッカーだけの音で、こいつをこっちに外側にパシってなんかやったなと思ったら、リアのシングルコイルの音の2つだけで鳴らしていきますと。でここからまあ喋らずに音だけでやっていきますよと。でまずブラックスターです。
サイクロプスにします。
この、まあ、喋っちゃった。どんなサイクロップなんですけど、この2日間で、アマゾンさんで、売り切れちゃってます。売り切れちゃってます。ボックスミニ5。以上です。とりあえず喋っちゃってるけど以上ですと。まあね、スピーカーでかいから同じ 5W でも、これかなり今ボリューム絞らなきゃいけないくらいなので、ね、同じ W 数でもスピーカーでかい分やっぱりこっちの方がでかいっす。でかいっす。だから逆に言えばすっげえ歪み音作るんだったら、こっちの方が歪み音は作りやすい。で、こいつはある種今は 5W にしてるけど、1.5W とかに下げると、これ 5W ね。これを 1.5W のスイッチにすると。で、0.1W のスイッチにすると。ってことは、自宅で使うには 0.1W でボリュームを上げて、ゲインも上げて、にした方が歪むってことは歪むよねっていう。同じ 5W のスイッチのとこで使うには、明らかにこいつの方がでかい音が出るから、ちっちゃい音のボリュームにして使わないといけないっていうのがある。はい、ということで、あくまでもドラムパターンがついてるかどうかとエフェクトの数が違う。で、スピーカーのサイズも違う。もちろん値段も違う。で、AC アダプターの種類が違う。そこを一番本当は、一番大きなポイントなんだけど、ということで、とりあえず3つ鳴らしてみましたが、
功の身であることを重要視してください。良い悪いじゃないです。どれが一番好きかっていう話になると思います。じゃあね。